おはようございます。4月14日朝6時24分の相場解説です。先日ですね、 FX の無料講義の方をお届けしましたけども、まだね少ししか10分ほどしかやってないんですけども、かなりね多くの反響いただきまして本当に励まされます。ありがとうございます。まだねFX どうしようかな、取り組むかなっていう方もいらっしゃったり、一回頑張ってみたんだけどもう一回やってみたいなっていうね気持ちになりましたということで、たくさんの方がね、そんなに何百人も見ていただいてるわけではないんですけども、本当限定公開ですから、本当数十人の中でこれほど貴重な意見がいただけると本当励みになります。ゆっくりやりますんで、土日を中心に講義を追加していきますんで、本当にね皆さんの生活のペースは壊さないと思います。これからもご期待くださいということで、今日のドル円デイリーの方向かってまいりますけども、これね、昨日お伝えしたように下の方にちょっと行ったんですよ。横ばいからどっちに行くのかなってことだったんですけども、まあ若干下に行く可能性が強いんじゃないかなってことで、まあ下の方に向かって行ったってことがこのデイリーでわかるんですけども、で補助線引くとしたらねこんな感じなんですよね。まあ、こんな感じだったんですけども、ちょっとこれがね壊れかけてきたかなというところでございます。まあ、この補助線あまり意味ないです本当にすいません。じゃあ4時間の方見てみましょうか。4時間の方あたりを見るとねだんだん分かってくるんですけども、まず箱をこういうふうに引いて、こっからぐーっと N を持って上まで突き抜けたよと。それからこういうふうにフラッグを書いたところから下にドーンと下がっていって、このゾーンを突き破って、まあ N をちょっと書きながらね下の方行ったよっていうところでしたね。でさらにこんな形で上昇していって、これが横ばいに入っていったんだけども、これはねちょっと分かりませんでした。この陰線は私は分かんなかったです。横ばいから不意に訪れた陰線ね。でそっからまた横ばいなんだけども、そっから私は昨日ね100日移動平均線が上に出てて、移動平均線が下にあるから、まあ強いて言えば下なんじゃないのってことを申し上げたと思います。で1時間足ですよね。この1時間足ははっきり分かります。まあまずねこういうふうに横に向かっていってたところがあるんですけども、こっからですねこのひげ先を越えたあたりからぐっと下に行くわけなんですよね。でここで大きなひげができたんで上の方に行くかなと思って上に一瞬行ったんですけども、やっぱり、これ100日移動平均線が抑える3本のアリゲーターラインの勢いが強くってぐーっと下に行ったというところですね。でここでですね一旦上に上がるんですよ。やっぱり N が出るんですよね。 N が出たんでチャンスとばかりに私はそこから、エントリーをねぐっと入れるわけなんですけども、で今また N の新しいこのね尖ったところが出そうだよというところですよね。またこれ下の方に下がっていくと思いますんで、この N 波動もう一発来ると思いますからね、どこから N が始まるのか分かりませんけども、この辺からね気にかけていくということでございます。まあ頭から入れるのは上級者の方ですよね。で中級者の方は下に下がった途中からね下がり始めたのを確認して売りでエントリーすればいいです。そしたらリスクも減りますから。上級者ってのはリスクがね結構あるところから入りますからね。で、あと初心者の方はこのネックラインを超えたのを確認して入ればいいかと思います。それがまあ今日の戦略ですね。で実はね、昨日の深夜2時半ぐらいですか、2時半、昨日の深夜2時半に私はこの N を撮ってるところをちょっとねスクリーンショット撮りました。で、こっから今こういうふうにもう一回上がってきて、もう一つの N ができそうだよってことを今さっきね解説しました。でちょっと前の時間帯なんですけども、ここを割ったところで売りに入るというところもね一個セールのエントリーポイントだったわけなんですよ。私は入りませんでしたけどもね、今思えばそうだったなってとこです。これはだから私が取り損ねたところですね。今の私の力だったらこれはね取れてないといけないところだったかなと反省しております。次の時はこの形私取りますからね。ここね、ここちょっと悔やまれますね。これ私の今の力だったら取れてるはずです。ここで売りのエントリーができてたはずなんですよ、根っこから入って。で跳ね返ったところでちょっと上の方でね利確して、で改めて N が始まるこの下落の頂点からまたね入れたと思います。これヒゲが上に2本出てますからね。ここヒゲ見えます？あ、見えなくなっちゃった、すいません。ここに
陰線陽線が並んだところに上髭が2本出てますから、こっから売りに行くそのサインなんですよ。ドッと入れますからね。それがちょっと悔やまれるかなと、うん、悔やまれるのこっちだ。こっちはうまく入れたんですよ。こっちはうまく入れた。悔やまれるのはここです。ここで私は入れたはずなんですけどね、うん、いまいちだったな。あとこれね、包み足が出てますからね、ここに。ここ包み足ですからね。これ分かります？包み足。もうあんまり細かく解説すると、皆さんが自主勉強してくれなくなっちゃいけないんでね、あんまりしたくないんですけども、これ包み足が出てるんですよ。ここ。ね。だから包み足が出てるんで、その次からも入れるわけなんですよ。包み足、ちょっと細かく解説しますよ。赤いのが、こういうふうにあって、で、ヒゲがこういうふうにあると。で、その次が、青いのが、あ、しまった。その次が青いのがね、ちょっとピンクになっちゃってすみません。頭を揃えるようにやって、こう、なるべく大きめのがあるということですね。で、その横に、ちょっと同じぐらいの長さで、こうあって、ちょっと下と。はい。これ、包み足。ね。このサインが出たら、次は大きく売りに行きますからね。それが、これです。これ。これね。これ。だからエントリーに入れたわけなんですよ。まあ私はちょっと入れなかったですけどね。今回は以上ですかね。はい、失礼します。